神戸市立三宮図書館は日本の兵庫県神戸市中央区にある神戸市立図書館の地域拠点館。戦後に神戸市の中心街を形成した三宮に立地する。2016年度実績では来館者数は市内11館中で同じ中央区の大倉山にある中央図書館に次いで第2位、貸出冊数は59万782冊で11。 館中第6位となっている。館内にフリースポットの公衆無線ンを設置。貸し出し条件等は、神戸市立図書館貸し出しを参照のこと。全市として1939年に、吹き合い区の上津津井通で開館した、神戸市立図書館上津津井文館が存在するが、同文館は1945年6月の神戸大空襲で消失し、戦後も再建されなかった。 1957年に、神戸市役所が、幾田区加納町の東遊園地へ移転して以降、吹き合区と幾田区の境界にあたる三宮は、急速に発展を遂げる。1960年、吹き合区、雲い通の神戸新聞会館9階に、神戸市立図書館三宮分室として、開け室する。1972年、市立図書館の組織改編により、分室から、 吹き合区の拠点図書館として位置づけられることになり、神戸市立三宮図書館へ改称された。1980年4月24日、現在地の神戸市近藤会館1階に、神戸市立三宮図書館会館。組織上は、新聞会館9階にあった三宮図書館を廃止して新しく同盟の三宮図書館を開館したという扱いになっている。同年12月に、 吹き合い区と幾多区が合併し、中央区となる。中央区には、神戸市立図書館の本館である、中央図書館が、大倉山公園に置かれているが、三宮図書館は引き続き区役所に隣接する、中央区の拠点図書館としての地位を占め現在に至る。神戸随一のオフィス街に立地するため、ビジネス関連の書籍を重点的に収集している。 また、中央図書館以外の地域拠点館では、唯一、商用データベースの端末を設置しており、神戸新聞、朝日新聞、読売新聞の記事検索が利用できる。2012年に、市内各区の地域拠点館で開設された、沖潮文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているが、三宮図書館のテーマは産業、仕事とされている。 神戸市では2020年末頃をめどに、中央区役所を阪神・淡路大震災で全開した神戸市役所本庁舎3号館跡地へ移転する予定で、現在の中央区役所と三宮図書館が入る神戸、勤労会館を取り壊して跡地にバスターミナルを整備した構造ビルの再開発計画を立てている。再開発を受け負った三菱地所が発表した計画では、 スカイライブラリーと名打って構想会に、三宮図書館が入居し、ビジネス支援機能やホテルのラウンジなどを集めた、地のリビングの一部とする案が示された。バスターミナル及び再開発ビルの竣工は2025年頃の予定。以下の鉄道駅から徒歩6分。当館では開館、閉館時刻とも、公立図書館としては遅めに設定されている。ありがとうございます。